アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やりちゃです。令和6年10月5日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、 2024X3 リーグ第2節、琉球ガーディアンライオンズ対トライスターズの一戦がまもなく行われます。試合開始15時キックオフ予定となっております。現在鶴見緑地はその夜の帳を控える、その黄昏時の中にあります。双方ともその中において、やや日中暑い時間が続いておりましたが、しかしそれが涼やかな状況になり、お互いに全力を出すにふさわしい環境に徐々に整いつつあります。両チームのご紹介をさせていただこうと思います。本日はホームチームという扱いになりまして、メインスタンド側にホームカラーのブルーのユニフォームをまとっておりますのが、沖縄から参りました琉球ガーディアンライオンズです。創部は2020年、まさにコロナ禍ただ中という状況にメンバー5人で結成されました。沖縄でアメリカンフットボールを普及させ、そして当時のその閉塞した状況を打開したいという思いから募りまして、アメリカンフットボールのチームを発足させたチームでもあります。そしてそれを全、沖縄全体に、そして沖縄のエネルギーを日本全土に向けたいと思いから X リーグ参戦をそのまま決めた形になっております。2022年から正式に加盟しまして、以来 X3 に参戦し、さらに上に高木にある X2 目指さんと今季も挑んでまいりました。3シーズン目に入ります。今シーズンまさにようやく陣容を整いまして、その悲願整えんと、この鶴見緑地の地に進んでまいりました琉球ガーディアンライオンズが本日の一つの対戦チームとなります。それに応じる形で対戦しますのが、本日はアウェーという形でバックスタンド側に陣取っており、アウェーユニフォームのホワイトをまとっているのがトライスターズです。こちらは1974年、当時ザイアにありました芦屋の方でアメリカンフットボールが好きな3人が集まりまして、芦屋トライスターズとして発足しました。楽しむアメリカンフットボールをその標榜としまして、当時はプライベートリーグに参戦していたチームでもあります。後に並行して X リーグに参戦し、現在は X リーグに専念する形で長年関西においてその名を轟かせておりますクラブチームになっております。その出資の関係上、長きにわたりましてノンスポンサードを貫いている形になっております。しかしそれに純粋にアメリカンフットボールを愛好し、そしてアメリカンフットボールの経験の有無問わず、アメリカンフットボールに挑戦したいものを招き入れるという風土が出来上がりました。またアメリカンフットボールに参加できない者にもできる限りアメリカンフットボールを広め伝えたいという思いから、病室とフィールドをつなぐという、ホスピタルフットボール活動にも参加、そしてそのアメリカンフットボールの普及を病室のその長期にわたる入院している子どもたちにも伝えんと奮闘しているトライスターズです。関西において、無名、それほど多くの人にはご存じないかもしれませんが、関西においては本当に名前が通った、そして栄誉あるクラブチームが本日の対戦相手となります。早速チャット欄のメッセージありがとうございます。町田浩二様、さあ頑張って。おそらく、町田様は、長く、琉球ガーディアンライオンズ応援いただいてますので、本日も琉球ガーディアンライオンズに対する応援メッセージというふうに読み取らせていただきます。ありがとうございます。さあ現在の状況からしますと、両チームとも、初戦を勝利する形になっております。この意味では現時点では優勝候補に双方ともあるというふうに表現させていただいても決して遜色はないといったふうに形になるでしょう。
琉球は長年、非常に地理的に厳しい状況にあるためになかなかその戦力陣容を整えられないというハンディキャップはありますが、今日の試合もその意味では陣容すべてを揃えておられないという点においてその点が果たしてどう出るかという懸念はあります。トライスターズもやはり資金的な面、そしてどうしてもなかなかフットボールに専念できないという状況が選手にはありますので、必ずしも従前とした状況というわけではありません。とはいえ地理的な状況も考えますと両方ともに面白い戦いになるのではないかというふうに個人的には思っております。トライスターズは長年再建期にあったという感はありますが、しかし今期に関して言いますと、その長年辛抱しまして育ててきた選手がようやく戦力として実らんという状況を感じる、そのような初戦を感じました。この点においても、琉球において多くの、沖縄米軍とも戦いながら磨きを上げてきましたチームと、その双方が戦う点においても非常に面白い一戦となるのではないかというふうに個人的には思わせていただいております。 AK09 さんもメッセージありがとうございます。ぜひ忌憚なくチャット内のメッセージをお願いいたします。YouTube の最近のプログラムの機能としましては、このチャット内のメッセージの多さ、そしていいねボタンを押されているか高評価ボタンを押されているかといったそういった素要素が、他の方々にこのライブ配信や投稿している配信をご覧いただく大きな要素になっているというふうに聞いております。できる限りこの領友たちの戦いぶりを多くの方々にご覧いただくためにも、できましたら忌憚なくメッセージご協力をよろしくお願いいたします。さあ長々語りましたが、両チーム首脳陣招き入れられまして、これより試合開始の時を迎えます。これより両チームによるコイントスが行われます。手前側に陣取っておりますのがホームチームという扱いになります琉球ガーデンライオンズ、奥側にアウェイという形で配置しておりますのがトライスターズです。さあこのコイントスの間に X2X3 リーグ合同企画で作成されましたアメリカンフットボールの1分間のご紹介動画を流させていただきます。楕円形のボールを用いて得点を競うスポーツです。フィールド上では11人の選手がプレー、交代はプレーごとに人数制限なく行います。フィールドは縦100ヤード横53ヤード得点方法は4つ、キックのフィールドゴールでは3点、エンドゾーンにボールを持ち込むとタッチダウンで6点、タッチダウンの後に3ヤードから攻撃できる、キックで1点、タッチダウンで2点、エンドゾーン内でダウンすると守備側に2点。 X2 リーグでは 4×12 分の試合時間、試合はキックオフで開始、攻撃側はボールを持って前に進めるか、前にパスを投げてボールを進めようとします。攻撃側は4回の機会が与えられ、その間に10ヤード以上進めば新たに4回の機会を獲得、攻撃側は4回のダウンで10ヤード進めるように様々な試みをします。10ヤード進むことが困難な場合、キック、パントで陣地を挽回、守備は攻撃側のボールを前に進める動きをタックルなどによって止めます。ファンブルしたボールは誰でもリカバーでき、守備側がリカバーすると攻守交代、攻撃側がパスを失敗すると元の地点から次のダウンに、反則だと審判が黄色いペナルティーマーカーを出します。種類によって罰則が課せられます。ぜひ X2 リーグ、X3 リーグにご注目ください。協会で作成されました、アメリカンフットボールのご紹介動画を流させていただきました。後ほど配信の際にもこれを順次ましてアメリカンフットボールをご紹介しながらアメリカンフットボールの配信をさせていただきます。ポイントスの結果、トライスターズがリターン、キックオフ、琉球ガーデンライオンズリターンという形で試合が始まる形になります。両チームサイドラインで檄を飛ばしまして、これより試合開始の時に移ります。まずはトライスターズがキックオフする形でこの試合は始まる形になります。トライスターズキックオフを務めますのは13番の中塚です。森の宮医療大学出身のプレイヤーです。学生時代はアメリカンフットボールの経験はございません。しかし、本来はトレーナーとしてトライスターズに参加する予定だったというふうに聞いております。しかし学生時代に経験しておりましたサッカーのその見客を、監督の伊橋に見染められましてアメリカンフットボールに挑戦、現在は X3 でも名だたる名キッカーパンターとして活躍しております。対しまして琉球ガーデンライオンズはリターナーに29番と39番を配置する模様です。29番は中村城西大学出身、33番は藤本大阪経済大学出身のプレイヤーです。
カヤ・エドワーズさんのメッセージありがとうございます。いつも生配信ありがとうございます。沖縄から応援できることを嬉しく思います。 RGL 頑張れ。琉球ガーデンライオンズのメッセージですね。ありがとうございます。さあ琉球リターンに入ります。これはトライサーズナイスタック。カバーチームに入っていた8番が素晴らしいタックルをしまして、この時間を阻止した模様です。しかし琉球自陣20ヤード間の攻撃という形に変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し、攻撃権を更新するか、その過程で相手陣地奥深くにある得点エリア、エンドゾーンを目指します。まずは琉球ガーデンライオンズの攻撃、自陣20ヤードからのファーストダウン点、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあまずパスから行きました。左に展開しておりましたワイドレシーバーにヒッチパスを投じ、そこからキャッチアンドランを図らせました。これを取りました29番相手タックルを弾き飛ばす、素晴らしい突進見せまして、約9ヤードのゲインを果たしております。タフなキャッチを決めましたのはガーディアンライオンズの29番の中村でした。城西大学出身です。この結果琉球9ヤード進み、セカンドダウン残り1ヤードの状況に変わっています。さあこのパスも通った、パス成功、琉球ファーサー。ここで琉球は中央を切り込んだワイドレシーバー3番にパスを通しました。密集点で3番見事にこれをキャッチしまして、攻撃権更新になっております。琉球ガーデンライオンズファーサー。見事パスを投じたクォーターバック7番が藤原、1番松花大学出身のバイスキャプテン、取りましたのは3番の池口です。日本大学出身のプレイヤーです。さあトータル10ヤードを超えましたので、琉球は攻撃セットして1回目に戻っております。琉球自陣35ヤードからのファーストダウン点。さあ再びパスプレー、これも決まりました。ダウンをフェイクしまして右に展開していた28番にパス、これをキャッチして28番右オープン展開し、攻撃権更新です。琉球ガーデンライオンズファースナー。今度はワイドレシーバー28番のヨミネがキャッチして攻撃権更新になっています。東京国際大学出身のプレイヤーです。さあ着実に前進する琉球、ボールオン自陣46ヤードからのファースナー点、ここでホイッスル。さあ審判団状況を再チェックしております。ダウンインジケーターの訂正誤りました。ファーストダウン10の状況で試合再開です。現在審判団状況の再確認をしております。しばらくお待ちください。先ほどプレー攻撃権更新には至っていなかったという判定です。ゲイン9ヤードということで、セカンドダウン残り1ヤードの状況に訂正させていただきます。琉球セカンドダウン残り1ヤード。さあ中央行った、さらに行く、まだ行くか、
ビッグゲインファーストダウン、しかしここでイエローフラッグが投入されております。一旦止まるかと思いましたが、33番そこから足をかきまして左オープン独走、サイドライン駆け上がりまして大きな前進を図りました。しかしこの過程でイエローフラッグ反則が発生した模様です。審判団がフィールド内に黄色いウエスを投げ込みますと反則発生を意味します。さあ果たしてどちらにあった反則でしょうか。まもなくコールされます。オフェンス側にホールディングの反則がありました。相手選手を掴んでいたという反則です。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。反則が発生していました地点から10ヤード抜体を受ける形になります。しかしトータルでは10ヤードを突破した位置での獲得となりますので、攻撃そのものは前進しましてファーストダウン獲得となっております。さあ反則ありましてゲインは大きく損なわれましたが、しかし相手陣40ヤードから琉球ファーストダウン10。さあ今度はドロープレー、パスに見せかけたランプレーを投入しました。ランニングバック33番密集点に突入しまして約4ヤードから5ヤードのゲインを果たしております。キャリアは33番の藤本です。大阪経済大学出身のプレイヤーです。この藤本の加入で地上戦に非常に大きな安定感が生まれました。琉球セカンドダウン5、2回目の攻撃です。攻撃権更新必要距離5ヤード。さあ密集点入った。地上戦で徐々に刻み込んでいこうとしています。同じくキャリアは33番の藤本でした。しかしそこにトライスターズもディフェンス陣無駄がありまして、なんとか攻撃権更新を阻んでおります。琉球ガーデンライオンズサードダウン3、 3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離3ヤード、ゴールオンは相手陣38ヤード。ナイスディフェンス。この距離をランプレーによる突破を図りました。しかしそこに、トライスターズ66番でしょうか、そこに踊りかかりましてこのランを阻止、フォースランに追い込みます。見事に対応しましたのはトライスターズ69番のです、大谷です。大阪電気通信大学出身のプレーヤー、ここで素晴らしい仕事をしました。さあ琉球フォースダウン残り1ヤードプレーをします。フォースダウンギャンブル、このワンプレーで攻撃権更新を図ります。さあ2失点いった、判定どうか。攻撃権更新になっておりません。この1ヤードランプレーで突破を図りました琉球。しかしトライスターズ踏みとどまりまして、この攻撃権更新ならず、4回目の攻撃失敗という形になりますので、攻撃権はテイクオーバー、変わりましてトライスターズに変わります。さあ琉球の攻撃を踏み止めましたトライスターズ、ボールオン自陣36ヤードから今度は攻撃に入ります。琉球失礼しました、トライスターズファーストアウト。パス不成功、ここでトライスターズまずパスから入りました。しかしそのパスを投じる上を琉球ディフェンスプレッシャーかけまして投げさせない状況に追い込み、パス失敗に変えております。アメリカンフットボールは攻撃の開始点より後方より一度だけ前にパスが投げれます。これを使いまして相手の裏を取らんというトライスターズの選択でしたが、これは封じられました。前パスは失敗しますとボールは元の位置に戻され次の攻撃に変わります。従いましてトライスターズセカンドダウン10、2回目の攻撃に入ります。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。
さあ審判団から反則があったという形でイエローフラッグ投じられました。果たしてどちらのチームの反則でしょうか。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切ったという反則です。オフェンスチームは揃ってスタートしなければいけません。ボールを止めている1秒間の静止がプレー開始に求められます。これを保てなかったらして5ヤード抜体となりまして、セカンドダウンやり直しです。トライスターズセカンドダウン15の状況、ボールオン自陣31ヤード。さあここでフルバックにボールを持たせまして、中央密集点にダイブプレーを投入しました。確実に早いタイミングのランプレーで3ヤードを獲得する形に成功しています。キャリアとなりましたのはランニングバック5番の石塚でした。大阪電機通信大学出身のプレイヤーです。トライスターズサードアンプレー、さあ12ヤードの突破が求められるこの状況、トライスターズどのようなプレーを行使するでしょう。ここはクォーターバックスクランブルを選択しました。パスを投じようとしましたが、しかしディフェンスのカバーありと判断し、直前でクォーターバックスクランブル緊急発進のランプレーを展開しました。しかしこれは琉球ディフェンスがカバーしまして、ゲインが3ヤードにとどまりフォースダウンと変わります。このあたりクォーターバックの木田も非常に判断厳しかったと思います。木田は三田翔成高校出身のチームキャプテンです。プレスターズフォースダウン9、パントフォーメーションを取ります。パントはキックによる攻撃放棄です。しかしそのキック力により陣地挽回を図ります。このパントは琉球陣の 30ヤード付近で外へ出ましたので、この位置での攻守交代となりますが、しかしここでイエローフラッグが投じられております。さあこのパントのシチュエーションでどうやら反則が発生していた模様です。さあ果たしてこれはどちらのチームの反則でしょうか。ランニングイントゥザキッカー、パントを蹴り終わった選手に対する接触があったという反則です。クォーターバックを呼ぶパンターのように投げる蹴るといった動作をする選手は非常に危険な状態になるため、そのアクションをしている最中に接触してはいけません。先ほどは軽微な接触、触れたという程度としまして、その反則は5ヤードの罰則という形になります。従いましてトライスターズは5ヤード進んだ格好でフォースダウン、パントのやり直しというフォースダウンのやり直しという形になります。トライスターズ状況は若干有利になりましたが、しかしここはパントによって陣地挽回を図ります。パントフォーメーションを取りました。
このパントは走りながらのパントのため大きな対空距離は出せませんでしたが、しかし琉球陣の23ヤード付近でとどまりまして、この位置でテイクオーバー攻守変わりまして、琉球ガーデンライオンズに攻撃移ります。さあ今度は琉球の攻撃に変わります。先ほどの攻撃シリーズは結果的には得点に結びつけれませんでしたので、このシリーズが重要になってくると思われます。琉球自陣22ヤードの位置からのファーストダウン10。さあまずランプレー、ランニングバックにハンドオフをしまして右オープン展開を図りました。キャリアは33番、これに対してトレスターズは17番、26番が殺到しまして、このランも4ヤードのゲインでとどめております。しかしそのタックルを跳ね抜きまして見事ゲインを果たしましたのは琉球ガーデンライオンズ33番の藤本でした。大阪経済大学出身です。琉球ガーデンライオンズセカンドダウン6。パス不成功。ここでクォーターバック7番プレーアクションを組みまして中央を切り込んできた29番にパス、しかしタイミングが合わずパス不成功になっています。前パス失敗ですのでダウン変わりましてサードダウンに変わります。さあこの6ヤードの突破がこのワンプレーで求められます。琉球ガーデンライオンズサードダウン6。不成功。クォーターバック7番プレッシャーある中、しかしそのカバーを川さんと右に流れて中央縦上がりました。3番にパスを投じました。しかし3番逆コースになった結果これを取ることができずパス成功になりフォースダウンとなっています。琉球フォースダウン6、パントフォーメーションを取ります。パンターには50番が入っています。琉球のパンターは50番の高見沢です。明治学院大学出身のプレイヤーです。さあここでプレーが終了しましたが、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション、不正な体型を用いました。アメリカンフットボールには最前列のラインマンバックスの人数に制限があります。これを守らないでフォーメーションを組みますとイリーガルフォーメーションとなり5ヤード抜体となります。従いまして琉球5ヤード下がってフォースダウンやり直しです。同じくパントフォーメーションを取っています。さあ今度はトライスターズリターンに入る。リターナー34番ラッシュをかわしながら右オープン展開を図りましたが、しかしこれを琉球がカバーしまして結果的にはトライスターズ自陣41ヤード付近を確保する形でトライスターズの攻撃に変わります。攻撃権変わりましてトライスターズに攻撃権変わります。
さあ攻撃に変わりまして、今度はトライサーズの攻撃に変わります。トライサーズ自陣41ヤードからのファーストダウン点。さあまずフルバックのランプレーを投入しましたが、これは琉球阻止します。このランプレーの前進を阻みましてノーゲインとしています。力と力の勝負といったそのようなワンプレーでしたが、まさにオフェンスラインマンディフェンスラインマンのパワー勝負といった形のワンプレーは、ここはまずは琉球が封じたという格好になっています。トライサーズセカンドダウン点。パスは成功。クォーターバック上番15番ディフェンスラインマンが殺到する中、それをかいくぐりまして右に展開していた9番にパスを通しました。しかしコース乱れたため厳しい状況ですが、しかし9番キャッチしまして約2ヤードのゲインとしています。キャッチしましたのは9番の太田でした。南山大学出身のプレイヤーです。今季復帰しました選手でもあります。トライサーズサーダン8。さあランプレー行った。しかしこれは琉球止めます。ここでランニーワーク41番にハンドオフしまして中央突破突進を図りましたが、最前列のフロント7、これを封じまして琉球フォースダウンに持ち込んでおります。現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。そしてここで第1クォーター終了となっています。第1クォーター終わりまして、琉球ガーデンライオンズ、トライサーズともに無得点という状態で第1クォーター終了。これより攻守方向を変わりまして第2クォーターに移ります。アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行います。それぞれをクォーターと称し、第1、第2クォーターを前半、第3、第4クォーターを後半とします。第1と第2、第3と第4の切り替えでは攻守の方向を入れ替え、前半と後半の切り替えではタイムアウトとポジショニングをリセットして試合を行います。まず初勝となります第1クォーターは双方ともに堅守光る状況になりまして、ともに無得点という状況に至っております。双方ともにその守備力非常に目覚ましいものがありますが、それを突破できるチームがどうやらこの試合の主導権を握る、そのような様子を呈した序盤戦となっています。さあ攻守の方向を変えまして向き風向き変わります。この第2クォーターでその変異が生じるでしょうか。これより双方向きを変えまして第2クォーターに移ります。チャット内のメッセージありがとうございます。牧亮さん、ゴーライオンズのメッセージありがとうございます。琉球への応援メッセージ、これも琉球の選手たちにとって非常に励みになるでしょう。これからもチャット内でどしどしとメッセージお願いしたいと思います。さあ攻守の方向を向き変えまして、トライサーズフォースダウンの状況に入ります。トライサーズフォースダウン8、パントフォーメーションを取っています。さあリターンに入る琉球。さあ駆け上がっていく、ブロッカーいるか、振り払いている、まだ残っている、そのままいった、タッチダウン。このパントシチュエーション、見事にパントリターン、タッチダウンとなった。
リターナー33番それをリターンし相手のラッシュをかわしながら右サイドに一気に駆け上がりました。ディフェンスの中ブロッカーを生かしそれを払いのけ見事タッチダウンを決める形で先制となるパントリターンタッチダウンを成功させております。琉球ガーデンライオンズ6点先制になりました。そしてトライ4ポイントタッチダウンの後のワンプレーに入ります。これをキック決めまして1点追加琉球ガーデンライオンズ7点トライスターズ0点。まず琉球ガーデンライオンズがパントリターンタッチダウンで先制する形に成功となりました。素晴らしいフットワークを見せました。ディフェンスは足を払いのけてそのまま一気に叩き落とそうとしましたがそれを払いのけましてそのままサイドラインに駆け上がり見事エンドゾーンを落とし入れる形になっております。この先制となるタッチダウンを決めましたのは琉球ガーデンライオンズ33番の藤本でした。大阪経済大学出身のプレイヤーです。さあその得点を挙げました琉球ガーデンライオンズのキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違い得点を挙げた側がキックオフをして試合を再開いたします。そのキックオフを務めますのは琉球は50番の高見沢です。さあトライサーズリターナーを2枚配置しています。1人は27番、もう1人はちょっと後ほど確認したいと思います。さあトライサーズリターンに入った右サイドラインをつきましてリターナー2番自陣30ヤード付近を確保しております。リターンしましたのは2番の大畑でした。大阪商業大学出身のプレイヤーです。さあトライサーズはここから反撃に入ります。チャット内メッセージありがとうございます。妖精さん、ゴーグライドライオンズ、リッチャーさん、配信ありがとうございますのメッセージ、非常に嬉しく思います。感謝申し上げます。さあ、琉球、先ほどのその応援に乗るかのように、見事先制タッチダウンを入れる形に成功しました。トライサーズ、さあ、ここでこの攻撃シーズン見直せ、状況をイーブンに持ち直すでしょうか。自陣40、失礼しました、31ヤードからトライサーズ、ファーストダウン10。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めなかったという形の反則です。オフェンスには制限時間があります。この時間内にプレーを開始しないと5ヤード抜体という形になります。トライサーズ自陣26ヤードからのファーストダウン15。ここでイエローフラッグが再び投じられております。反則が発生しております。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。先ほどはラインマンが揃ってスタートできなかったためフォルススタートという形になっております。オフェンスチームはボールが動くタイミングを自分たちで決めれますがこの時には全員が一旦1秒間静止していなければいけません。従いまして揃わなかった段階で反則という形になります。従いましてトライサーズはさらに反則か、さらにファーストダウン20という形で試合が続行となります。ここでパスプレーを行使しようとしましたトライサーズ、しかしそこに琉球ディフェンス陣殺到し70番と73番が寄りまして9秒差、クォーターバックがパスを投じる前に仕留めさらにロスオーバーの形になっています。
見事 QB サックを決めましたのは70番の高橋、明星大学出身、そして73番はゲイブ・エルバーズです。ロレーナ高校出身の昨年まではチームキャプテンでした。さあトライサーズセカンドロングの状況に変わります。インターセプト、ターンオーバー。ここで大きなプレーが出ました。インターセプトです。トライサーズが投じました。パスを取ったのは琉球ガーデンライオンズ。インターセプトにより攻撃権を奪還しまして、攻守交代、琉球ガーデンライオンズに攻撃権を移ります。なんとかパスによって打開を図りたいといったその状況をまさに見計らったように24番松葉が素晴らしいインターセプトを決めました。東京学芸大学出身のプレイヤーです。さあ琉球ファーストダウン10、パス不成功。ここで一気にタッチダウンを狙いました。琉球クォーターバック7番右に奥走りました。3番へのパスを投じました。3番しかしこれをダイビングキャッチ試みましたが不成功となっています。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。ボールオンは相手陣7ヤードなので、セカンドダウン2ゴールの状況に変わっております。残り3回でタッチダウンを狙います。琉球セカンドダウン2ゴール残り7ヤード。さあランプレイター、今度はランニングバック33番にハンドオフ、右に振りましてアウトサイドゾーン外へ振ると見せかけ、33番中央切れ込みました。ゲインはしていますがしかしサードダウンに変わります。ここはトライスターズも踏ん張っております。1番を筆頭にディフェンス群がっております。1番は滝本、神戸大学出身のプレイヤーです。琉球サラントゥゴール残り4ヤード。パス成功、タッチダウン。ここで琉球はパスプレーによってタッチダウンを見事成立させました。クォーターバック7番中央切り込んできたワイドレシーバー28番にパスを通し、そのまま28番エンドゾーンなだれ込んでタッチダウン。琉球鮮やかなパス攻撃によってこの攻撃完結しまして、さらに6点追加となっております。さあそしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに入ります。琉球キックフォーメーションを取りました。このキック決まりまして1点追加、琉球ガーデンライオンズ14点、トレサーズ0点とその差広がった形になっております。しかし用意周到なプレーといったところでしょう。1番外にいたレシーバー中に切れ込み、その隙間に入り込むように見事パスをキャッチして、そのままエンドゾーンになだれ込み、見事追加点を取るに至っております。さあチャンスを見事生かしまして、琉球がタッチダウンを重ね、試合の主導権も徐々に握りつつあります。その琉球ガーデンライオンズのキックオフで試合再開となります。トライサーズもしかしディフェンス、そしてキッキングは非常に見るものがあります。オフェンスに突破口が見えてきますと非常に面白いチームでもあります。さあそのオフェンスのチャンスを得るかもしれません。このリターンに注目しましょう。トライサーズリターンに入ります。
ターナー中央付近切れ込みまして自陣30ヤードを確保しました。この位置からトライサーズの攻撃となります。リターナーは2番の大畑でした。大阪商業大学出身です。ジャイミン・ベイカーさんのメッセージありがとうございます。ナイススロー。おそらく先ほどの琉球の、クォーターバック藤原のパスを称賛してのメッセージと思います。サンキュー。トライサーズファーストアウト10ボールオン自陣31ヤード。ディフェンス最前列上がりました。さあそのプレッシャーをかいくぐった。ナイスゲーファーストアウト。ここでプレッシャーをかけんとして上がってまいりましたが、その裏を突くようにリバースプレー、まさに相手の裏を突きました。見事なプレー決まりまして最前列上がった琉球のディフェンスアザワウに2番駆け上がり一気に攻撃権更新です。トライサーズファースター。見事なダン決めたのは2番の大畑です。大阪商業大学出身。琉球相手陣失礼しました、トライサーズ相手陣48ヤードからファーストアンテン。さあダイブプレーを今度は挟みます。非常に、ユニークなプレーでした。2人のランニングバックのうちの1人だけが動く形になり、一瞬相手のディフェンスのタイミングを狂わせるディレイでフリーズさせた形でダイブを決めて1ヤードゲインとしています。この辺り工夫が見えます。トライスターズも様々な形でその突破口を見出さんというところが感じられるそのワンプレーでした。トライスターズセカンドダウン9。ベーシックなプロティーフォーメーションを採用しています。これも非常に面白いことを試みています。さあそしてハンドオフしました。ハーフバックに、右オープン展開を図らせました。そこからカットインし、41番が約2ヤードから3ヤードゲインしています。キャリア41番は山本手塚山大学出身のプレイヤーです。非常にベーシックな、そして近年では見ることが珍しくなった T フォーメーション、そしてショットガンですが、これもスプレッド体型、これもややクラシカルなスタイルでもあります。この辺が何かしら策を感じます。さあしかしここでトラブルが発生、スナップ乱れました。クォーターバックなんとか抑えましたが、しかし結果的には交代する格好になりフォースダウンとなります。しかしトライサーズ非常に面白い試みを展開しています。 T フォーメーションが古典的とは言われていますが、しかしランニングバックとラインマンのタイミングが常に均一なため、ラインマンのブロックのタイミングが一定にしやすいというメリットがあります。またランニングバックがすぐにスクリメージ最前列に到達するため、ブロックの時間が短く反則が減るというメリットもあります。ライン戦で不利な場合にはこういった戦術が有効であることは古来から、常に戦術の中では論じられておりますが、トライサーズどうやらこういった工夫を試みている点非常に面白く思います。トライサーズここで前半1回目のタイムアウトを投入しました。これは先ほどの戦術に対して私の見解を加えて誠に恐縮ではありますが、おそらくは琉球のアメリカンフットボールの造形歴史は浅いというその観点からのその追求をした戦術だというふうに考えられます。近年ではこの T フォーメーションを使うチームはほぼ皆無に近いと言っていいでしょう。逆に言いますと T フォーメーションはそれなりの対策が必要です。ラインバッカー及び後列の選手も求められるスキルは若干異なります。これが果たして備わっているか否かという部分をついた選択ではないかというふうに想像させていただきます。しかしその点においては琉球パワーでこれを押し返しているという点において、琉球も浅はかならぬそのフットボールの力を感じる、そのような一幕でもありました。トライサーズフォースダウン13の状況、パントで、この状況を打開図ります。
カウンター、これは蹴れずと判断しまして、そのボールを抑えましてリスクを最小限としました。しかし大きく後退しまして攻撃譲渡となります。攻撃権変わりまして琉球相手陣28ヤードからの攻撃と変わります。先ほどフラッグ投じ合いましたが、このフラッグは無効という形になり、プレーは正式に成立しました。TY 様メッセージありがとうございます。どんどん汚くメッセージをお願いいたします。さあ琉球相手陣28ヤードからの攻撃に入ります。琉球ファーストダウン10、パス不成功。クォーターバック7番、ここで一気にエンドゾーンを狙った。中央縦に上がりました。3番へのパス、3番、しかしこれが逆リードとなったか、パスを見失い、パス不成功となっています。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。さあ琉球セカンドダウン10、ボールオン相手陣28ヤード。しかしトライサーズは堅守を誇ります。これを突破なるでしょうか。ここでオプションプレーを展開。クォーターバックが持つかランニングバックに託すか、ここは託しました。ピッチまして33番、右オープン駆け上がり、一気に攻撃権更新です。琉球ファーサー、見事なランで攻撃権更新果たしましたのは33番藤本でした。大阪経済大学出身。琉球相手陣15ヤードからファーストダウン10。失礼しました。プレーを見失いました。誠に申し訳ございません。フェイクに引っかかりまして、クォーターバック、そこからロールアウトしてパスを投じた模様ですが、このパス不成功となっております。パス失敗によりセカンドダウンに変わります。誠に申し訳ございませんでした。琉球セカンドダウン10。パス不成功。今度はランをフェイクにし、左にいた3番へのヒッチパスを投じましたが、これはトライサーズも素晴らしい対応しまして、パス不成功としています。ダウン変わりましてサードに変わります。やはりトライサーズディフェンスに関しては非常に見るべきものがあります。この点においてザイエのチームとはいえ侮れない存在でもあります。そしてもう一つトライサーズにはキッキングで素晴らしいキッカーの中塚がおりますので、この点においても注目ください。琉球サーダウン10。さあトラブルが判定どうか。さあこれは果たしてどうだったでしょう。スローブイン間に合わず誠に申し訳ございません。さあ先ほどパスは通りましたが、このキャッチしているプレーをしている間にファンブルが発生しました。これはキャッチ後のファンブルですので、当然ライブボール生きた状態になっています。どちらが抑えてもその攻撃権は権利が得られます。どちらが最終抑えたでしょう。ターンオーバー。先ほどのプレー、やはりファンブル発生した際に抑えた選手の権利にありますが、トライサーズ抑えました。従いまして攻守交代です。攻撃権変わりましてターンオーバー、トライサーズに攻撃変わります。
この辺りがトライサーズの怖いところです。非常に強固なディフェンス、そして非常に巧みなタックルを全員が身についております。この非常に重要なブロッキング、タックリングのテクニックをちゃんと身につけているトライサーズ、やはりここで見せました。さあ攻撃権取り返したトライサーズ、ファーストダウンテン、さあここでしかしイエローフラッグが投じられております。まずクォーターバックのランによって失礼しました41番のランで右オープン展開を図りましたが、ここでの反則は果たしてどちらのチームにあったでしょうか。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。5ヤード抜体となります。したがって先ほどのプレー自体は無効となりまして、ファーストダウン5の状況で試合再開となります。トライサーズファーストダウン5、さあここでハーフバックにハンドオフしましてダイブプレーを展開しました。ビアフォーメーションからのダイブです。キャリアは5番、隙間を縫うようにゲインを図りましたが、しかし獲得なくセカンドダウンになっております。ビアフォーメーションはクォーターバックの真後ろではなく両サイドガードの後ろに広げた形で配置する T フォーメーションです。かつてはここからのオプションプレーで全米でも大ブームになりました。しかしそれも半世紀以上の前の話と聞いております。トライサーズセカンドダウン5、ナイスゲイファースター。ここでクォーターバック15番、ディフェンス殺到する中見事なフットワークでそのプレッシャーをかわしまして2番にパス、2番これをこのパスキャッチし、さらにセカンドエフォートで攻撃権更新になったかというところですが、ここでイエローフラッグが投じられております。さあ果たしてこの反則どちらのチームにあったでしょうか。オフェンスにフェイスマスクの反則がありました。相手選手のフェイスガードを掴んで倒したという形の反則です。これはオフェンスディフェンス双方ともに発生するケースですが、今回はオフェンス側がその反則を犯しました。残り距離が非常に厳しい位置でもありますので、その半分の距離の罰則を受ける形でセカンドダウンをやり直すという形になります。従いましてトライサーズセカンドダウン5で試合再開となります。ちなみに本来の罰則としては15ヤードのバッタリーになります。さあモーションを入れた、トラブルが発生している、セーフティースナップ乱れました。クォーターバックに投げるセンターからのスナップが乱れ、後方に大きく攻撃、ボールはエンドゾーン中に入りました。このまま琉球がこれを抑えますと琉球にタッチダウンという形になり、これを回避されトライサーズは自らエンドゾーン中でボールを抑えました。結果的にこれは自殺点となります。セーフティーとなりまして琉球に2点が追加されます。琉球ガーデンライオンズ16点、トライサーズ0点となります。さらにセーフティーの場合は自殺点という形になり、失点をした側に過失ありということで、失点をしましたトライサーズにキックオフという形がキックオフする形になります。従いまして必然的に琉球が次の攻撃を続けて得やすい格好になります。
この点においてもセーフティーは非常にリスク、そしてその後の展開が厳しくなる状況を生んでしまいます。しかし今のはタッチダウンを奪われないというための苦肉の策という判断をいたしました。このあたりは非常にぜぜひひひではありますが、トライサーズアメリカンフットボールに熟知した正確な判断という形で解釈させていただきたいと思います。さあしかし結果的には点数を2点献上する形になりました。トライサーズのキックオフで試合再開となります。またセーフティーの場合は自陣20ヤードとさらに後方の位置からのキックオフになります。ただしキックオフのスタイルを選びます。通常のキックオフではなく、トライサーズはどうやらパントスタイルを選ぶ模様です。さあ琉球リターンに入った。相手陣に入ったところで琉球攻撃を得る形になります。琉球相手陣43ヤードからの攻撃に変わります。リターンをしましたのは琉球ガーデンライオンズ14番の草開きです。大阪工業大学出身のプレイヤーです。琉球ガーデンライオンズファーストダウン10、ボールオン相手陣43ヤード。パス成功、ファースト。ここで琉球、パスによってまずこの攻撃を一発で更新としました。見事パスキャッチしたのは29番のプレイヤー、中村でした。城西大学出身。ここで2ミーツオーニングに入ります。残り時間2分を切りまして、2ミーツオーニングに入っております。今季より、日本のアメリカンフットボール準拠しますアメリカのカレッジルールに変更がありまして、前後半の残り2分を切った段階で2ミニッツウォーニング、レフリータイムアウトが入る形になりました。従来はプロリーグでしか採用されなかったこの2ミニッツウォーニングが適用されたことにより、従来以上に時間をうまく有効に使った攻め方が求められます。同時に守り方もこの時間を今うまく駆使することが求められます。この時間をいかに考慮した戦い方が求められるか、この2ミニッツウォーニングぜひご注目ください。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全チームによります合同企画によって実現しております。この企画に応じていただいた企業様、そして個人様のご寄付ありまして、この配信は成り立ちました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。この企画は現在も継続しております。この配信の説明概要欄にその申し込みとなるショッピングカートの URL ございます。こちらで内容をご覧いただき、ご賛同くださいます。企画ございましたら、ぜひご協力よろしくお願い申し上げます。さあ2ミニッツモーニング解けまして試合再開となります。琉球相手陣29ヤードからファーストダウン10、さあ再びパスウェイ、同じく29番にパスを投じまして約6ヤードの原因としました。しかし中で倒れたので時計が回ります。さあ時間をできるだけかけずにこのまま攻撃を展開した琉球、セカンドダウン4、ボールオンは相手陣23ヤードの状況です。時計は現在回っております。さあパスを取った、切れ上がっていく、攻撃変更シーン、ファースター再び中央切れ込んだレシーバーにパスを通しまして見事攻撃変更シーンになりました。琉球ファースター、チェーンが移動します。このチェーンがセットされるまでは時計が止まります。チェーンがセットされると時計再び回ります。さあ時計回りました。タイムズクロックイズライクロックイズライ、琉球ファースター2ゴー、パスインコンプリート、パス不成功です。今度は外へ展開する3番にパスを投じましたが、これは不成功です。前パスは失敗しますと時計が止まります。前半残り時間は1分7秒でクロックは止まっております。琉球セカンドダウン2ゴール、残り8ヤードです。前半残り時間1分7秒、
ビッグブレイターンオーバー。ここで琉球パスを続けました。しかしこのパスを取ったのはタイサーズ17番インターセプトです。そしてそこから大きくリターン、自陣40ヤード付近まで大きく返しまして、この位置でトライサーズ攻撃となります。ターンオーバーによってトライサーズに攻撃権が変わります。非常に大きなプレーが出ました。ここで琉球さらに得点重ねるというところでしたが、トライサーズさすがの剣士です。ここでインターセプトによりこの状況を突破しました。見事インターセプトを決めたのは17番の坂江、大手門学院大学出身のプレイヤーです。 H40トライサーズファーストダウンテン、パス不成功。ここでワイドレシーバー11番にロングパスを投じました。ディフェンスが早いタイミングに対応するため前に上がっているその裏を掴んという形で奥に走り込んだレシーバーにパスを投じましたが、しかしこのパスはオーバースローとなり不成功となっています。 T フォーメーションはタイミングが早いランが常に展開されるため、どうしても2列目がだんだん前に上がる傾向にあります。これを裏に掴んという形でパスを投じましたが、しかしこれは通りませんでした。さあフォーメーションを相に戻しました。トライサーズセカンドダウンテン、さあ今度はオプションプレーでクォーターバック自らキープを判断しました。中央切り込みまして約4ヤードゲインしましたが、ここでホイッスルが鳴っています。トライサーズここで前半2回目のタイムアウトを行します。このあたりトライサーズ非常にやはりアメリカンフットボールを熟知しているといった巧みな選択をしております。在野にあるチームゆえ、侮られがちですが、しかしこのディフェンスは常に驚かされます。これがトライサーズの魅力でもあります。さあオフェンスでこれが出ると非常に面白い状況ですが、サーダン6の状況でどのようなプレーを行使されるか注目しましょう。ボールオンはトライサーズ陣39ヤードからのサーダン6、チャットのメッセージありがとうございます。あだか様とお読みさせていただきます。ライオンズ頑張れ、そんな皆様、沖縄から応援しています。メッセージありがとうございます。さあトラブル発生しているがどうだ、これを琉球逃さない。73番このミスを見事に、襲いましてプレーを潰しましてフォースダウンに変えます。ここでホイッスル、ここで琉球が前半1回目のタイムアウトを取りました。琉球どうやらこのチャンスを得点機と狙いたいということで琉球がタイムアウトを取っています。見事なチャージかけましてこのミスを逃しませんでした。琉球ガーダンライオンズ73番はゲイブ・エルバーズです。創部以来活躍しておりますこの選手のやはり注目すべきワンプレーは必見に値するといったところでしょう。さあ残り時間39秒前半の状況でのフォースダウン13、トライサーズこれをしのぎたいところです。パントフォーメーションを取りました。絶妙の滞空時間のパントはリターンできる状況を作らせず、琉球陣32ヤード付近でとどまりまして攻守交代となります。
残り時間23秒という状況で琉球前半最後の攻撃のチャンスという形で、攻撃機に入ります。さあ琉球はこの23秒使いまして得点を狙いに行くでしょうか。トライスターズはこの時間をしのぎ切る形で前半を終えるでしょうか。あるいはその隙をついて得点を狙うでしょうか。さあ琉球ボールを自陣32ヤードからのファーストアンテ、パスを打った右に展開しました。レシーバーにパスを通しました14番。これをキャッチして14番外へ出ましたので時計は止まっております。残り時間前半17秒、前進距離は約7ヤードになっています。キャッチしましたのは14番の草開きです。本職は内装職人というふうに聞いております。そのテクニカルなプレーが見れるワンシーンでもありました。琉球セカンドダウン3、さあ再び外へ振った、これも外へ出まして時計を止めます。着実にしかし前進しながら時計を刻みながら選択攻めています。これこそ2ミニットウォーニングの攻め方でしょう。ターゲットは28番のプレイヤーでした。28番のヨミネ、ここではいい仕事をしております。東京国際大学出身、攻撃権は更新しファーストダウン獲得となっています。さあ前半残り時間は14秒で時計刻まれております。ボーロンは自陣45ヤード、さあどこかで勝負するという状況になってまいりました。さあそれともまだ刻み続けるでしょうか。琉球ファーストダウン10、前半残り時間14秒、さあ今度は左に振っている、まだ走れる、さあどこまで行くか、さあ果たして時間はどうやら残り1秒残っている。これはギリギリのところ見事決めました。33番キャッチして左オープン展開、ディフェンス振り切り、非常に際どい状況でサイドライン割りました。残り1秒の段階でした。これは見事なクロックコントロールです。さあそしてここで琉球は前半2回目のタイムアウトを行使します。これは大きなプレーでした。スロー V を取り損ねたのが残念ではありますが、しかし見事なプレーを披露しましたのは33番藤本でした。大阪経済大学出身のプレイヤーです。さあこの1秒のワンプレーを果たしてどのようにするか。さあフォーメーションはどうやらキックフォーメーションを取ります。フィードゴールトライ、キックレングス38ヤード、キッカーは50番高見沢。しかしこのキックはそれまして、フィードゴール失敗となりました。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして、琉球ガーデンライオンズ16点、トライスターズ0点、琉球がワンタッチダウン、ワンスリー、ツータッチダウン、ワンセーフティーのリードを奪いまして、前半戦終了となっております。しかし得点差以上に面白い試合になっております。琉球が非常に巧みに攻撃を展開するのですが、その要所のところでトライスターズがディフェンスでビッグプレーを見せまして、簡単には許さないという素晴らしい堅守を披露しております。まだまだ状況見えないといった形でしょう。まだトライ、琉球の心境といったところではないでしょうか。非常に面白い展開で前半戦を終えました。双方ともこれよりハーフタイムの作戦タイムに入ります。前半の状況の洗い出し、そして後半の対策を練るこの貴重な時間、果たしてどのような策を両チーム講じるでしょうか。
そのインターバルを配信も一旦休憩の幕開けにさせていただきます。その間 X2、X3 リーグが共同作成されましたアメリカンフットボールの、ご紹介、そして X リーグを紹介しますダイジェスト動画をご覧いただければと思います。X リーグは1996年に発足した日本のアメリカンフットボールのトップリーグ。 X2 リーグは X リーグの2部リーグで、イースト、セントラル、ウエストの3つのディビジョンに分かれています。そして X3 リーグは東日本と西日本にディビジョンがあります。 X リーグの X はエクセレンス、エキスパート、エキサイティングのイニシャル。 X リーグはデュアルキャリアを追求し、スポーツとビジネスを両立するマルチプルなヒーローを育成。 X3 琉球ガーディアンライオンズ代表の丸橋弘和は大手航空会社の支店長、複数の航空関連会社の社長を歴任した後、現在は沖縄県のアメリカンフットボールの普及に尽力しています。 X2 のハリケーンズチアリーダーの川島かな子は子育てしながら大手総合商社に勤務し、さらにチアリーダーというデュアルキャリアを実現しています。このように X リーグはアメリカンフットボールを通じて社会のリーダーを作っていきます。 X リーグでエキサイティングな未来を、さあ一緒に新たな歴史を刻もう。卒業後は X リーグへ。さあハーフタイムまもなく解けようという状況になっております。審判団もフィールドの中を確認しておりまして、まもなく後半戦再開の時を告げようとしております。前半終わりまして、琉球ガーディアンライオンズが2つのタッチダウン、そして1つのセーフティーを奪いまして、16点というリードを奪っている格好になっております。しかしトライスターズも決して見劣らない素晴らしい堅守を披露しておりまして、状況全くまだわからないといった感を感じる、そのような前半戦となりました。果たして後半戦どのような形でこの試合が推移していくのか非常に注目といった格好になっております。チャットにもメッセージありがとうございます。マキ様よく出た、先ほどからのプレーですね。レッドブル様ファイトライオンズ、ソン・ナミノ様1秒、そうですね、先ほどの藤本のワンプレーは素晴らしいものがありました。厚子細川様、そうですね、高見沢選手、この残り1秒を生かしたフィールドゴールなんとか決めてほしかったという思いのメッセージですね。ですがこれはさすがに選手に求め、確かに背負うことは非常に苦しいところですよではありますが、果敢に挑戦したそのファイトを私は称賛したいと思います。さてこの配信、この第3クォーター少し、試みたいことがあります。画面の右側にワイプで映っているもの、ウェブカメラのものを、そのまま入れておりますが、普段私がやっております配信ですね、スコア表示ですとかさまざまなエフェクト等ありますけれども、これがどのような格好で行われているのか、また皆様のコメントをどのような形で確認しているのかを見ていただきたく、私の方の胸元にそのカメラを装着してみました。撮影しながらどのような操作を行っているのかご覧いただくことができるようになっておりますので、ライブ配信をやる際、あるいは審判の方々はどのようにして、実際にこういったクロック表示や、そのダウンカウントといったものをやっているのかというのを、まあ、本来ならば分業しているものを私が模擬的にやっているものなんですけれども、参考としてご覧いただければという形で、今回はこのような形をちょっと試みたいと思います。さあ両チームフィールドに散りまして、これより後半戦再開という形になります。後半戦は琉球のキックオフで試合再開するという形になります。キッカーは50番の高見沢です。さあトライサーズリターンに入った、これはいいリターンになっている、ナイスリターン。リターナーには、ボールをキャッチしまして右サイドラインを選択、この判断が功を奏しまして自陣32ヤード付近を確保し、この位置からトライサーズ後半最初の攻撃に入ります。さあトライサーズは後半ここからどのような攻撃を展開するでしょうか。
トレイサーズ陣、自陣20、失礼しました、32ヤードからのファーストダウン点。さあまずランから入った中央へのランプへ、まずはランニングワークに託しまして2周点突破を図ります。しかしこれは琉球も踏みとどまりました。74番73番が立ちはだかりまして、このランを阻止しております。ゲインは1ヤード。トライサーズセカンドダウンに変わります。トライサーズセカンドダウン内、今度はランニングワーク41番に託しまして右オープン展開を図りました。しかしここは琉球の70番が立ちはだかりまして、このランを阻止しております。見事な対応しましたが、琉球の70番の高橋です。明星大学出身のプレイヤーです。やはりこのライン力に関して琉球はなかなかのものを見せてくれています。トライサーズサーダウンイレブンの状況に変わっています。ここでビッグプレーが出ました。トライサーズここでパスによる突破を図りました。しかしそのパスを琉球17番がパスをチップ、そして浮いたボール自ら抑えまして、そのまま一気にエンドゾーン駆け上がりました。タッチャー琉球、この17番のインターセプトリターンタッチャーによりまして、さらに6点を取る形になっております。見事インターセプトリターンタッチダウンを決めたのは13番の川光でした。そしてこのキック決まりまして1点追加、琉球ガーデンライオンズ23点、トライサーズ0点とスコア変わっております。実に鮮やかなインターセプトリターンでした。さっそうと一気にエンドゾーンを駆け上がりまして、見事追加点を上げる形に成功しております。あ、高校名が読めませんでしたが、沖縄県立宮古高等学校、高校出身の選手がここで活躍しています。もちろんおそらくですが、アメリカンフットボールそのものの学生時代の経験はないかと思われますが、見事なプレーを披露しました。さあその得点を挙げました琉球のキックオフで試合再開となります。トライサーズリターンに入った。同じく右サイドラインが駆け上がりまして、自陣30ヤードを超えた地点で攻撃を得る形になっております。さあトライサーズ後半、今度のシリーズは得点に結びつけられるでしょうか。トライサーズ自陣34ヤードからファーストダウン点。クォーターバック15番自らキープしまして左オープン展開を図りました。ランニングワークをブロッカーにし、自らキープをし突破を図るというところでしたが、これは琉球対応しましてノーゲイン、セカンドダウンに変わります。
ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。レフェリータイムアウトを解けまして試合再開となります。トライサーズセカンダウンテン、今度はハーフ枠にハンドオフしましてダイブプレーを展開しました。キャリア5番密集点なだれ込みまして約3ヤードのゲインと変わっております。この確実なダイブプレーがどれだけ出るかが T フォーメーション非常に重要な要素ですが、ここは5番の石塚見事にゲインしました。大阪電機通信大学出身トライサーズサーダウンセル、今度は I フォーメーションに戻します。さあしかしフルバックのプレー、今度も密集点を早いタイミングでつきました。キャリア5番の突進、ゲインは約4ヤード、しかしフォースダウンに変わります。トライサーズフォースダウン3、パントフォーメーションを取ります。このパントは大きなリターンに返しにならず、琉球陣36ヤード付近で外へ出まして、テイクオーバー攻守交代となり、攻撃権は琉球ガーデンライオンズに変わります。変わりまして今度は琉球ガーデンライオンズの攻撃になります。琉球自陣36ヤードからファーストダウンテン、中央へのプレー、しかしこれはトライサーズナイスディフェンス。琉球もまずランプレーから入りました。中央突破によりまず相手のディフェンスの鎖を打たんというところでしたが、ここはトライサーズディフェンス陣踏ん張りました。1番が果敢に中央突破、中央へタックルしましてゲイン2ヤードに留めております。トライサーズの1番は滝本です。神戸大学出身、トライサーズセカンダウン8、パス不成功。クォーターバック7番、右に展開していたレシーバーにパスを投じましたが、しかしこれはトライサーズのディフェンスカバーよくパス不成功に終えております。サーダウンに変わります。琉球サーダン8、パスインコンプリート、パス不成功です。クォーターバック7番、21番にパスを投じましたが、21番これをキャッチできずパス不成功、フォースダウンに変わります。琉球フォースダウン8、パントフォーメーションを取ります。
このパントはトライスターズ15ヤード付近まで返しまして、この位置でテイクオーバー、投手変わりましてトライスターズの攻撃に変わります。さあ試合は現在膠着化しつつありますが、そのまま刻一刻第3クォーター進んでいっております。第3クォーター残り時間は5分20秒となっております。攻守変わりましてトライサーズの攻撃、ボールオン自陣14ヤードからトライサーズファーストダウン10。これはすごいプレーです。トライサーズここでリバースプレーを敢行しました。タイトエンドに入りました2番カウンターを取りまして右オープン展開、ディフェンスが村の中、それを飛び越えんと凄まじいジャンプを見せまして、なんとか前進を図りました。ゲインは約3ヤード獲得しております。なんとか戦という意気込み、素晴らしいものがあります。2番の大畑です。大阪商業大学出身、しかしそれほど堅牢でもあります。琉球のディフェンスです。トライサーズセカンドダウン7。これも琉球封じます。クォーターバック15番プレッシャー浴びながら左に流れてダニバック34番にパスを通しました。しかし34番キャッチしてそこから展開するまでにディフェンスムラがありまして、残念ながらゲインはほとんどありません。2ヤードのゲインでサードダウンに変わります。しかし厳しい状況を見事にキャッチしましたのは35番監督でもあります伊橋です。素晴らしいプレーを披露しております。年齢は私と同じく53歳のプレイヤー、非常に尊敬すべき素晴らしいプレイヤーでもあります。トライサーズサードダウン5。ここでホイッスル、イエローフラッグが投じられております。反則発生です。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートをオフェンスが切りました。5ヤード抜退しサードダウンやり直しという形になります。クライスターズサードダウン10。オフェンスかなり前に上がっております。QB サーク。クォーターバック15番パスを投じんと構えましたが、その迂回する中、その投じる前に琉球85番が QB サーク仕留めまして、フォースダウンに変わります。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトを取られています。見事 QB サックしましたのは、琉球ガーディアンライオンズ85番の作原ジョセフ、クロワキハイスクールの出身のプレイヤーです。エイジ31。
さあレフリータイムアウト、まもなく解けます。試合再開です。クライスターズフォースダウン10パントフォーメーションを取ります。クライスターズフォースダウン、ここでイエローフラッグが投じられました。反則発生です。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。5ヤード抜体となります。さあさらに下がりまして、トライサーズパントフォーメーションを組みます。このパントはプレッシャーからシャンクしました。結果的にトライサーズ陣20ヤード付近で外で出まして、この位置での攻守交代となります。攻撃権変わりまして、琉球ガーデンライオンズに攻撃権移ります。相手陣21ヤードからのファースト点。トライスターズメンバーのナンバー変更があります。40番の選手が62番に変更となります。試合再開です。琉球ファーストダウン10、さあどこまで行くか、タッチアウト。ここで琉球一気に一発でタッチアウトを取りました。何よく33番ハンドフォー託されまして、中央突破、そのまま相手タックルを振りほどき、切り込むようにスピンターンを決めまして、見事エンドゾーンなどへ込んでタッチャー。野球見事な藤本のランによりまして、タッチャーを重ねる形に成功しております。そしてトライフォーポイントに入ります。キック決まりまして1点追加、琉球ガーデンライオンズ30点、トライスターズ0点とスコアは変わっております。足元にタックルありましたので非常に厳しい中、しかし見事なリーアップでこれを振りほどきまして、一気にエンドゾーンを駆け込みました。藤本の素晴らしいランによりタッチダウンを重ね、琉球がさらにリードを広ぐ形に成功しております。さあ立ち弾を重ねております。琉球ガーデンライオンズのキックオフで試合再開となります。
トライスターズとしても何としてもキックオフリターン一つ大きなものを見せてほしいという願いもあります。琉球キックオフ、さあリターンに行きます。トライスターズいい方向展開を図りまして自陣30ヤード付近の攻撃位置を得ます。トライスターズ自陣28ヤードからの攻撃です。ファーストダウンテン、トライスターズ高校で後半1回目のタイムアウトを取りました。タイムアウトの残数に関する表示が誤っておりました。誠に申し訳ございません。これが後半双方ともの最初のタイムアウトとなります。さあタイムアウト解けまして試合再開となります。トライスターズファーストダウン10、さあダイブが入りましたがここでイエローフラッグが投じられております。さあどちらの反則だったでしょうか。オフェンスの反則です。ビローザウエストの反則がありました。腰から下への危険なブロックです。この反則は重大な反則として扱われます。ペナルティとしては15ヤードなのですが現在の攻撃開始位置が29ヤードのためその半分という形で 14.5 ヤードの罰則になります。表示上は誠に申し訳ございませんが14ヤードという形で表現させていただきます。さあボールの位置を最終確認しております。審判団プレーを再開いたします。ファーストダウン24の状況で試合再開です。トライスターズファーストダウン24、さあここでビアフォーメーションのダイブを展開しました。これがまさしく T フォーメーションのダイブです。相手とすれ違うように前進を図りまして、これは効果的に決まり約6ヤード近いゲインとなっています。ゲインしたのは、ナンバー変更し62番を着用しております山本です。手塚山大学出身のプレイヤー。
トライサーズセカンドダウン18。さあコーンターバックが今度は自らキープを展開しようとしました。しかしこれは琉球もディフェンス対応しておりまして、原因はほとんどありません。サードダウンに変わります。トライサーズサードダウン17。ここでイエローフラッグが投じられております。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。5ヤード抜体となっております。この辺りトライサーズも相手の圧力に、非常に苦しみながら展開しているといったプレッシャーを感じる、そのようなワンシーンに感じます。トライサーズサードダウン22。パス不成功。クォーターバック15番、右にロールアウトし、そこからスピンとしてレシーバーに向けてパスを投じましたが、しかしこれはコントロール定まらずフォースダウンに変わります。トライサーズフォースダウンロング、パントフォーメーションを取ります。選手を中央に固め、プレッシャーを回避する選択をしています。琉球リターンに入った。リターナー29番、左サイドラインが駆け上がりまして、相手陣30ヤード付近を確保し、この位置からの攻撃と変わります。しかしここでイエローフラッグが投じられております。反則が発生しております。先ほどのプレー開始前の反則です。琉球交代違反の反則がありました。フィールド内12人でプレーをする形になりました。
アメリカンフットボールは交代含めフィールドの中は11人以下と決まっております。この反則によりまして先ほどのプレーは無効となります。従いましてフォースダウンロングの状況で、ペナルティ5ヤードが施行され、その形で試合が再開する格好になりますが、ここで第3クォーターの時間がなくなりまして、ここで第3クォーター終了です。第3クォーターを終りまして琉球ガーデンライオンズ30点トライスターズ0点、攻守方向入れ替え、これより第4クォーターに移ります。チャット内のメッセージありがとうございます。タクヤ様 RGL 頑張れ、アガリエ様、メッセージありがとうございます。マキヨ様、リチャさんの手元眩しいというメッセージ、おそらくは、照明の明かりが入ってしまっているのかなというふうに思うんですけれども、先ほどまでなかなかその画面表示が見ることができないという形ではありましたので、今回の試合では幸いそれがご覧いただけたのではなかったかと思います。アメリカンフットボールのライブ配信を楽しみたい方、あるいはアメリカンフットボールの進行の内容をご覧になりたい方の参考になればと思いまして、今回そのような形を取らせていただきました。実際には審判の方々はこのダウンインジケーター、そして試合のクロック、さらには25秒40秒計といったものはそれぞれ別々の方がやっていらっしゃいます。でなければ正確性が保てません。スコア表示もしかりです。私が一人であること自体が本来は精度を失っているということをご了、ということにもありますので、その点においても私の表示はあくまで参考としていただければと思います。さあこれより第4クォーターに入ります。トライスターズフォースダウンロングパントフォーメーションの状況で試合再開です。琉球、リターナーがボールをジャックしましたが、それはなんとかリターナー自身が抑えました。結果的にはハーフウェイ付近で攻守交代という形になりまして、攻撃権は琉球ガーデンライオンズに変わります。ダウン表示等誤りがありましたが、こちらの方も、訂正させていただきます。さあ琉球ハーフウェイからのファーストダウン10、さあまだ行く、ブロッカーついている、ベッケンファースター。ここで琉球ランニーバック33番ハンドオフから左奥に展開、ディフェンスがラッシュかけ、それをさらにしかし迂回し一気に前進、相手陣深いところまで前進しまして攻撃権更新です。琉球ガーデンライオンズファースター。見事なランを決めましたのは33番の藤本でした。大阪経済大学出身のプレイヤーです。琉球相手陣10、1ヤードからのファーストダウン10。さあランをフェイクにしての左にいたレシーバーへのヒッチパス、これによってレシーバーが左オープン展開しまして、21番の選手が約7ヤードのゲインを果たしております。21番は松葉、東京学芸大学出身のプレイヤー、失礼しました、ナンバー21番の選手、ちょっと、後ほど確認させていただきます。21番は松井です。さあ中央のプレータッチダウン、ここで琉球一気にランプレーによってタッチダウンを上げる形に成功いたしました。ランニバック33番好調のランで中央一気に駆け抜けましてタッチダウン重ね、琉球ガーデンライオンズ36点となっております。これよりトライ4ポイントに移ります。キック成功で1点追加となりまして、琉球ガーデンライオンズ37点、トライスターズ0点とスコア広がっております。国
ここは堅調な33番藤本のランによって見事突破しまして、さらなるタッチダウン重ねリードを広げる形に成功しております。さあ皆様、藤本いいね、おそらく藤本選手のニックネームですかね、まさに快調な走りを見せているといった感を私も受けさせていただいております。その得点を挙げました琉球のキックオフで試合再開となります。トライサーズリターンに入ります。しかし琉球がカバーしまして、トライサーズ自陣20ヤード付近からの攻撃と変わります。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。現在試合時間は残り時間8分となっております。さあトライサーズとしては何としてもここで1本取り返したいというところではありましょう。残り時間を考えましてもそれほど多くのチャンスが残っているわけではありません。さあこのチャンス生かせるでしょうか。トライサーズファーストアウンテン、さあハーフバックのダイプレー、相手のすれ違いざまにゲインを図るという形でこれは見事に決まっております。キャリア5番、約ゲインは3ヤードほど獲得しております。キャリア5番は石塚、大阪電機通信大学出身のプレイヤーです。トレスターズセカンダウン7、ここでホイッスル。負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られます。10月に入りまして若干肌寒さがあり、選手としてはむしろやりやすい環境下に徐々になりつつはありますが、しかしこの夏非常に厳しい状況で多くの方々に体力的に負担があったと思います。もちろん選手にとってもそのダメージはいくばっか残っているところではありましょう。この中で戦っている両選手にまさに敬意を表したいと思います。さあ試合再開となります。トライサーズセカンダウン7、さあ再びハーフバックの大プレー、球を刻むようにランを展開しております。キャリアは62番、ゲイン約1ヤードほど獲得しております。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトを取られます。
阪神は X2、X リーグ、西日本、ネット全て、全チームによります共同企画によって実現しております。多くの方々がこの企画にご賛同くださいまして、その企業様、個人様のご記者ありまして、この配信は成り立っております。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。この企画が成り立ちましたことによりまして、 X2、X3、 さらには地方の学生や高校生といったアメリカンフットボールに勤しむ様々な方々の試合を配信でご覧いただくことが叶いました。叶いましたら、できましたら、現在も企画は募集しております。説明概要欄にそのショッピングカードありますので、ご覧いただきましてご賛同くださいましたら、ぜひご協力よろしくお願い申し上げます。さあ試合再開です。トイスターズサーダウン6、クォーターバック15番オプションプレーでキープを選択せざるを得ない状況に追い込まれ、結果的には5ヤードロスに変わっております。トライサーズフォースダウンに状況変わります。この辺りは琉球もさすがというところで、徐々にその圧力をディフェンスも上げてまいりました。トライサーズフォースダウン13、バットフォーメーションを取ります。ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。トライサーズに交代違反の反則がありました。フィールド内12人いる状態になっておりました。5ヤードバッタイとなりまして、フォースダウンやり直しになります。トライサーズフォースダウン18、フォーメーション、パントフォーメーションを組んでおります。琉球リターンに入る、かいくぐった、前が空いている、ブロッカーいる、ステップ踏んでいる、タッチダウン。またしても33番だ。このパントリターン入りまして、右サイドラインに押しそう、相手のディフェンスかいくぐり、その場一気にブロッカーに従えてサイドラインを駆け上がりまして、エンドゾーンに飛び込み、タッチダウン。33番の鮮やかなパントリターンタッチダウン決まりまして、さらに6点追加となっております。さあそしてタッチダウン後のワンプレー、トライフォーポイントに入ります。見事成功しまして1点追加、琉球ガーデンライオンズ44点、トライスターズ0点とスコア変わっております。この見事なすり抜けありました。そしてここから一気に独走状態、さらにステップワーク切りましてサイドライン駆け上がりまして、見事タッチダウンを重ねております。失礼しました。先ほどのトライフォーポイントは失敗という形で終わったそうです。キック失敗ですので6点のみという形になりまして、琉球ガーデンライオンズ43点、トライスターズ0点とスコアを訂正させていただきます。
初子、細川さんはメッセージありがとうございます。いつも安定の美しいキック見せてくれてありがとうのメッセージ、これも琉球にとって励みになると思われます。さあスクイムキックを蹴りまして、そこからのリターン入ります。トライサーズ、これはしかし琉球を抑えまして、トライサーズ自陣41ヤードからの攻撃と変わります。さあトライサーズ、ここからの攻撃は果たして活かせることができるでしょうか。ボールオンは自陣31ヤードに訂正させていただきます。ナイサーメッセージありがとうございます。 Go アブジさあトライサーズファーストテン、ダイブプレーを入れますが、これは琉球押し返します。徐々にこのプレーにも琉球慣れてきたか、50番73番見事に対応しまして、ゲイン1ヤードに留めております。さわしい圧力かけ直しておりますのが50番の高見沢、明治学院大学出身、73番はゲイブ・エドワーズ、ロレーナ高校出身のプレイヤーです。トライサーズセカンドダウンナイン、ナイスタックル、クォーターバック15番プレイアクションから右にネイキッドのランプレーを展開しようとそのアクションを起こしましたが、そこに琉球50番が襲いかかり大きなロスタックルを割っております。凄まじいロスタックルを決めたのは50番の高見沢です。明治学院大学出身のプレイヤー、そして、宮古島シーホークスを立ち上げたそのメンバーでもあります。今季は X リーグ挑戦を果たすためにこの琉球ガーデンライオンズに参戦しております。トライサーズサーダウン19、オフェンスの反則です。ディレイオブズゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。5ヤード抜体という形になります。このあたりやはりトライサーズもさすがに動揺が大きくなっている感があります。なんとか立て直しを期待したいところであります。トライサーズサードオンロング、さあダイブによる突破を狙いましたが、しかし琉球許しません。フォースダウンに変わります。オフェンスライン兼任という形で途中から奮闘しております62番をつけております山本ですが、その果敢な突進しかし、止められましてフォースダウンに変わります。トライサーズフォースダウンパントフォーメーションを取りました。さあ琉球再びリターンに入るか、入ります。今度は左が抜けている、またしても入った。一気にいったー、タッチダウン。しかしここでイエローフラッグが投じられております。このプレーの過程でイエローフラッグ反則が発生しております。さあこの反則は果たしてどちらのチームの反則という形で施行されるでしょうか。
反則はリターンチーム側にあったというふうにコールされています。リターン中に琉球側に反則がありました。ブラインドサイドブロック、背後からの不正のブロックです。ボールを持っているチームは持っていない選手に対し後ろからヒットしては後ろにヒットしてはいけません。この反則を犯しました地点より10ヤードの罰則を受けまして、そこでプレーが終了する形になってなります。従いまして先ほどのタッチダウンは無効という形になりました。しかし、攻守そのものは変わった状態になりまして琉球の攻撃に変わります。あやエドさんメッセージありがとうございます。宮古のメンバー大活躍、高見沢さんナイスというメッセージありがとうございます。あつこ細川さんもナイス、ゆきくんというメッセージありがとうございます。キングウィ、キングズウィニングナイトナウ、アレジーイズトゥゴー沖縄。そうですね、キングス確か、B リーグですかね、こちらも勝ったということですね。まさに沖縄にとって華々しい一日になるかもしれません。失礼しました。カメラ見失いまして恐縮です。クォーター6、7番プレイアクションから14番にパスを投じましたが、しかしこれはキャッチできずパス不成功となっています。セカンダウンに変わります。このプレイアクションのフェイクはカメラマン泣かせなのではありますが、非常に巧みなフェイクが決まっております。これは選手にとっても非常に、判断が難しいかもしれません。それほど鮮やかなフェイクテクニックを藤原見せております。琉球セカンドアウト、さあここでトラブル発生した模様、判定はどうでしょう。どうやら琉球がボールを抑えた模様です。ボールをファンブルしまして、これをもしトライスターズが抑えれば攻守交代というところでしたが、しかしこれは琉球を抑えました。その止めました地点が、10ヤードを超えたのでファーストダウン獲得となっております。ここで2ミニッツウォーニングに入ります。さあこの戦いも残り2分という形に変わってまいりました。琉球としてはこの2間の間にさらなる得点を狙いたいというその勢い感じる、そのような状況になっております。トレイサーズはなんとか逆にその勢いの隙をつきまして得点を上げたいと狙っているところでしょう。さあ果たしてどちらの思いが叶うでしょうか。試合再開です。琉球相手陣30ヤードからのファーストダウンテン、
ス不成功、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。さあ果たしてどこでの反則だったでしょうか。反則はディフェンスにあったとコールされています。失礼しました、オフェンスに訂正されました。オフェンスのパスインターフェアの反則です。前パスが浮いている間に相手選手を接触妨害しました。この反則は、双方ともに反則が行われる可能、生じます。先ほどはディフェンスの選手のパス補給を妨げるために相手にヒットし、そのパスを、補給を妨げたという形でオフェンス側に成功されました。15ヤードのバッターを受けましてファーストダウンやり直しです。琉球下がりましたが相手陣45ヤードからファーストダウン25で試合再開です。さあまず中央付近にいたレシーバーにパスを通しました。パス成功です。まずは確実に距離を縮める形を選択しました。中央にいました14番見事にこのキャッチを取りまして、その役目果たしております。パスキャッチしましたのは14番内装職人でテクニカルなレシーバー鎖だけの見事なプレーでした。10ヤードほど獲得しセカンドダウンとなります。琉球セカンドダウン15。さあさらにパス通ります。パス成功。今度は左側にいたレシーバー28番でしょうか、内側に切り込ませまして、このパス通し約14ヤードのゲイとなっております。29番のレシーバーだったようです。29番中村のキャッチでした。城西大学出身。さあしかし攻撃権更新にはわずかに立っておりません。琉球サード残り1ヤード。パス成功。ナイスキャッチ。ファースト。琉球ここで左に展開したレシーバーにパス。このパスを、ワイドレシーバー見事にキャッチしまして攻撃権更新としています。しかしそこからサイドライン割りましたので、ここでプレーは止まった形になっております。結果的に時計も止まりまして試合時間残り37秒でファースト。琉球相手陣4ヤードからファーストダウン2ゴールに入ります。試合時間残り31秒。パス不成功。ここで一気にタッチダウンパスを投じました。3番中央を切り込んでそこへのパスを投じましたが、これはトライサーズ見事にパスカットしパス不成功に変えております。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。琉球相手陣4ヤードからセカンドダウン2ゴール。さあトライサーズこれを阻止できるか。中央いた、タッチだ。ここで中央のランプレーで琉球タッチダウンとしました。ここまでパスで攻め上がりましたが、最後はランによってこのプレーを完結させまして6点追加となっております。そして琉球トライ4ポイントに入ります。しかしここはトライスターズカットしまして、このトライ4ポイント失敗、6点の割に終わらせました。しかし琉球タッチダウン重ねまして、その得点49点に伸ばしております。
合終盤に入りましたが、琉球その攻め手を緩めませんでして、まさに2ミッツを逆にやり返す形で見事に得点重ね、その差を広げる形に成功しております。試合時間残り29秒となっております。成田様のメッセージ、もう一本のメッセージにまさに応える素晴らしいタッチダウンのワンシーンでした。さあ琉球、これよりキックオフに入ります。トライサーズ、果たしてどのようにここからの展開を行っていくでしょうか。さあ低いキックを蹴った、トライサーズリターンに入る。タイミングを崩されまして、リターンは自身26ヤード付近でとどまり、この位置からしかしトライサーズの攻撃と変わります。トライサーズファーストダウン打て、ランプレーを展開しました。ハーフバックにハンドオフしまして、左オープンへのスイープレー、ゲインは約2ヤードほど獲得しております。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、琉球ガーデンライオンズ49点、トライサーズ0点で琉球ガーデンライオンズの勝利となりました。琉球ガーデンライオンズ連勝という形になります。トライサーズ完敗という形になってしまいましたが、しかし決して見劣らない前半戦の戦いぶりでもありました。押し村から途中より人員が、負傷が増えまして、後半戦戦う手駒を失ったという状況が感じる、そのような形でした。しかし最後まで奮闘しておりました。素晴らしい戦いぶりでした。ナイスゲームでした。まずは勝利しました琉球からの、ファンへの挨拶を、本日は応援ありがとうございました。琉球見事な戦いぶりでした。ナイスゲームでした。本日はご声援ありがとうございました。トライサーズ厳しい戦いでしたが、しかし見事最後までその試合を完遂いたしました。ナイスファイトでした。チーム素晴らしい戦いぶりを披露いただき大変ありがとうございました。あや細川さんもメッセージありがとうございます。皆さん沖縄からの遠征お疲れ様でした。西田さんも配信、ありがとうございます。メッセージありがとうございます。感謝申し上げます。両チームこれより続きますさらなる戦いぶり、これからも注目していきたいと思います。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。
導いたのは、うどんだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め、アミール凶暴たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれより劇的に世界が動き変わります。それは大学高校で名を轟かせたスタープレイヤーが持たせてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。さあ、この試合は果たしてその物語の何ページ目にあった物語でしょうか。その続きを楽しみとしつつ、この配信は本日は終わらせていただきたいと思います。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会の許可のもと、 X2XE ウエスト合同企画にのっとって実施させていただきました。その配信実施いたしましたのは私、道楽やりちゃでした。またの機会にお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。